東商ボーイ。1973年4月15日、北海道静内町の藤政牧場、現東証牧場に生まれる。要名は、東商タップ。父テスコボーイは、前年に、サンクランドプリンスが、サツキ賞に優勝したばかりの新進士オス、母ソシアルバターフライは、藤政牧場が開業するにあたり、1万5千ドルで、アメリカから輸入された品馬であった。 父母共に三区には、歓声のきついものが多かったが、本場は幼駒の頃から非常に落ち着いた馬であった。また、肩幅が厚く、しっかりとした馬体は、牧場では群を抜いており、牧場関係者は、クラシックの一つや二つは、取れるだろうという、大きな待ちを寄せていた。競争年齢の三歳に達し、東京競馬場の安田孝義級舎に入る。もともとは、モテギタメ。 二郎九社に入る予定であったが、当初防衛は後、かけるの重心が安定しない、競馬用語では腰が甘い馬であったか、刺激が受け入れに難色を示し、安田に引き受けられたものであった。入球時、腰から、全部の筋肉はすでにコバをしのぐほどの発達を見せていたが、安田は腰の甘さから三歳線には使えないと判断し、ささばりを数回打ちながら状態の改善を待った。 12月頃から状態が向上し、翌1976年最初の開催へ、出走登録を行った。しかし登録場方で除外され、1月31日に改めて新馬戦を迎えた。初戦は4歳を迎えた1976年1月31日、東京競馬場の新馬戦で迎えた。直前の調教では1600メートルを1分45秒という、 当時のシンバとしては破格のタイムを出し、素質馬として注目を集めていた。当日は一番人気に指示されると、池上正宏を安城にスタートから逃げ切り、二着に三馬審査をつけて、初戦勝利を挙げた。この競争には後に TTG の一角として、ライバル関係となるグリーングラス四着と、後にミスター CB を生む CB クイーン五着が出走しており、 伝説の新馬戦として、しばしば語られる。続く、筑し賞、2月22日、連下賞、3月20日もそれぞれ4、5馬審査で圧勝。同時期、関西では5戦5勝という成績を挙げていた、テンポイントがクシックへの最有力馬と目されており、これに対して東証防衛は、関東所属馬の筆頭格とされた。当年のサツ賞は、4月18日に、 例年開催の中山競馬場で施行される予定だったが、これが春闘の最中にあたり、開催3日前に、休務員組合と調教主会の交渉が決裂。組合側がストライキを宣言して、開催は順延となり、翌週25日に東京競馬場で行われる運びとなった。これで調整に狂いが生じた、テンポイント陣営に対し、東証防衛は、 順調に競争当日を迎えた。当日の一番人気は、テンポイント、東証ボーイは二番人気であったが、レースでは、先行作から最後の直線半ばで抜け出すと、テンポイントに小橋審査をつけての圧勝を収めた。総波タイム2分1秒6は、同じく、東京開催で行われた第34回競争、1974年において、 同父の北の勝ち時が記録したタイムを0秒1更新するレースレコードであった。卓越したスピードであるが首を低く下げて走る走法はあまり速く見えずまるで足とは別に翼がついているようだということで競争後にはマスコミから天馬との異名を付され以後これが定着した。さつき賞の圧勝を受け東京優秀日本ダービー当日は短枠指定シードオーケー 43%の単勝指示を受けた。レースでは逃げ先方を取る馬がおらず、押し出されるように道中では先頭を走り、余裕のある手応えで、最終コーナーを回った。しかし直線入り口の地点で、クライムカイザー安城の加賀竹美が、馬体を合わせられるとひるむという当初防衛の弱点を突き、その外側から進路を横切るように内側へ抜け出す。 ひるんだ東商ボ防衛は残り200メートル地点で4馬身の差をつけられ、体勢を立て直して追走するも届かず、1馬身半差の2着に終わった。加賀の機場は、震度妨害と移ったが、しかし十分に間隔をとっての機場と認められ、加賀への制裁、開国は行われなかった。北海道に戻り1ヶ月の休養後、7月11日に札幌記念に出走。 これに合わせて、クライムカイザーも出走馬に加わり、当時ダートコースしか備えていなかった、札幌競馬場には、入場人員記録となる6万549人のファンが訪れた。当初ボーイは一番人気の指示を受けたが、スタートで立ち遅れて後方からのレース運びとなる。最後の直線では追い込みを見せながら、グレート生還に首さ届かず、サイドの2着に終わった。ダービーに続く、 敗戦の攻めを負わされる形で、この競争を最後に池上は降板となった。クラシック最後の一巻、菊花賞に向け、秋は神戸新聞杯から始動。当時、天才と称されていた福永洋一を新たな安城に迎えた。レースは、先行作から直線入り口で抜け出すと、クライムカイザーに小馬審査をつけて圧勝。1分58秒9は芝2000メートルの日本。 レコードタイムであり、日本競馬史上初めてとなる1分58秒台の記録だった。それまでのレコードは、シルバーランドが記録した1分59秒9であり、これを一挙に1秒短縮。関西テレビで実況アナウンスを務めた杉本清は、恐ろしい時計です。これは、恐ろしい時計です。と驚きをあらわにした。続く、京都新聞杯もクライムカイザーを退け、 重傷に連勝で菊花賞に臨んだ。戦前から3000メートルという距離に対する不安説が出ていたが、当日は短枠指定を受け、単勝を追っ1.8倍の一番人気に押された。しかし、最後の直線で一旦戦闘に立ったものの、直後にテンポイント、グリーングラスに交わされた。レースは、拉致沿いを抜け出した、グリーングラスが優勝。 東証防衛は同馬から五馬審査の三着に終わった。競争後、福永は敗因として重馬場と距離不敵に加え、神戸新聞杯がピークで調子を落としていたとの見解を述べた。一ヶ月後、年末のグランプリ競争第21回有馬記念に出走。福永が襟裳城寺に起乗するため、本競争から竹邦彦を安城に迎えた。当日は、 テンポイントや、天皇賞馬アイフルと藤野パーシア、同期の二冠貧馬テータニアなどを抑えて一番人気に支持される。レースは、後位から直線入り口で先頭に立つと、そのままゴールまで押し切り優勝。一馬新半差の二着にテンポイントが入り、有馬記念史上初めて4歳馬が1、2着を占めた。走破タイム2分34秒0は2500メートルの日本レコード。 当年、八大競争二章含む十戦七章という成績で、年度代表馬と最優秀四歳母馬に選出された。翌1977年は、前年秋の連戦疲労が、著しく、さらに両前足の新化骨流も発症して、休養に入る。回復後、天皇賞、春出走のため関西に移動したが、直後に右肩に不安が出て、回避を余儀なくされた。 6月に入り、春のグランプリ、宝塚記念で復帰。半年の休み明けで状態の悪さも伝えられており、当日は、天皇賞、春を制した、ンポイントに次ぐ2番人気の評価であった。しかしスローペースで流れるレースを先頭で引っ張ると、そのままゴールまで逃げ切って、勝利を収めた、競争詳細については、第18回宝塚記念を参照。 3週間後に出走した高松宮杯では、6 2ラムの金量に加え、増えての不良馬場という悪条件が重なりながら、逃げ切りで勝利。単勝、副賞オッズは共に1.0倍であった。夏を越した東昇防衛は、見習い機種の眉積幸弘機場で、オープン戦、芝1600メートルに出走。日着に七場審査。 総派タイム1分33秒6で圧勝した。自走、天皇賞、秋では、騎手が部に戻り、グリーングラスを抑え一番人気に支持される。しかし戦闘を行った道中で、終始、グリーングラスに絡まれて、オーバーペースとなり、直線では両馬とも失速。七着と初めての大敗を喫した。競争前の状態は良く、安田は、ダービー、喫下賞といい。 大レースはどうも運がないと語った。たけしは敗因について、距離ではなく、馬場状態、やや銃であると強調した。競争後、年末のアリマ記念をもっての引退、守護場入りが発表される。戦前は、秋に入り著しい充実を見せていた、テンポイントに加え、当年のクラシックに出走できなかった8000発祥の4歳馬、丸全数が出走を予定しており、 三強対決と注目を集めた。しかしマルジェンスキーは直前で、脚部不安を生じて、出走を回避し、最終的に出走馬は8頭となった。当日は、テンポイントが一番人気の支持を集め、天皇賞の大敗で評価を落とした東昇防衛は2番人気となった。スタートが切られると、荒れた馬場を見越した、武士東昇防衛が、先頭に立ったが、直後に、 鹿と明とテンポイントがマークにつき、両馬がそのまま後続を引き離した。この状態のまま最終コーナーを回り、最後の直線では両馬の競り合いとなった。直線半ばまでは東証ボーイが先頭を保ったが、残り二百メートル地点でテンポイントにかわされる。残り百メートルの地点で東証ボーイは再度差し返しに行く勢いを見せたが、三、四馬身及ばず二着に終わった。 しかしその競争内容は、マッチレースとも例えられ、日本競馬史上屈指の名勝負として高く評価された、競争詳細については、第22回、有馬記念を参照。かねての予定通り、この競争を最後に引退。翌1978年1月8日には、東京競馬場で引退式が取り行われた。当日は、部が同日の開催で来られず、4歳の、 主戦騎手であった池上が起上。さつき少将理事の絶剣号をつけてラストランを披露した東証ボーイはゴール前の200メートルでは実戦並みの10秒後というタイムを記録。スタンドのファンからは引退を惜しむ声が絶えなかった。天皇賞、秋の頃より複数の生産者によって種棒は東証ボーイの誘致交渉が始まっていた。日高は農協では 組合理事会を開き、東証防易の購買額を協議。組合長を務めていた、斉藤介、小岐阜市牧場代表が2億円という工額を提案したが、当時は内国産馬の種子ばかちに対する低評価が根強く、承認には1ヶ月を要した。理事会の承認後、斉藤と組合幹部の前川俊明が交渉のため、東証防易場所、藤田正明、 当時総理府総務長官を訪ね、参議院議員会館に赴いた。ここで、藤田は売却に際し、価格2億5000万円、テスコボーイの種付け株を3年分、東証ボーイの永久種付け券を年間3株という条件を提示した。法外な要求に、斉藤は激怒したが、最終的にこの条件をすべて受け入れ、東証ボーイは、 日高啓主馬農協浦裏川種馬場への導入が決定した。事後に開かれた組合理事会で斎藤と前川はなぜこのような条件を受け入れたのかと求断された。これに対し斎藤は金額や条件の問題ではない。我々にはテスコボーイの後継種母馬を育てる義務がある。東証ボーイの導入は日高啓主馬の応と 組合委員の将来を考えた罵声だと公弁し、これを退けた。東京から浦河へ輸送されるにあたっては、天馬にふさわしくとの藤田の提案により、日本国内においては、初めての航空輸送が行われた。種母入り初年度、東証防衛の種付け額は60万円、後輩予定等数は70頭であった。しかし生産者からの人気は低く、組合幹部が、 方々と交渉して予定等数を確保したものの相手をした繁殖品馬は血統面で劣るあるいは受胎率が低い高齢健康に不安があるといった負の要素を持った馬が多かった二年目もまた同様であり初期の東商ボー産区はほとんど評価されず低価格の抽選馬となるものが多かったしかし二年目の産区から大前キングが 半身三歳ステークストを制し、1982年度の最優秀三歳母馬に選出される。翌1983年には、ほぼ唯一の一流品馬であった CB クイントの3区、ミスター・アビーが、新山以来19年ぶり3頭目、父内国三馬としては、史上初のクラシック参冠を達成。生産者を驚かせた。また、 当年には初年度3区の抽選バラブリースターが重賞2勝を挙げた。翌年の1984年、東証防イは JRA 検証場に選出された。これに合わせて、生産地での人気も急増。当年の種付け株の取得競争率は9.4倍となり、後輩にあたって相手品場の審査が行われるようになった。以降も毎年の3区から GI 競争。 重症競争勝利馬が続出。また重症勝利に足らなくとも産区は総じて高い、勝ち上がり率を保ち、当ボ防衛は一転して人気守護馬となった。繁殖相手の質に関わらず、クズを出さない当ボ防衛への信頼は高く、非系やサラ系でない限りお馬は、最低3000万円以上、金馬は1500万円以上の価格が付けられた。一方、組合の内気で、 種付け量は低価格に抑えられ、最高でも350万円、1992年までに止まった。このため、審査さえ通れば、中小生産者でも気兼ねなく種付けすることができ、東商ボ防イ産区誕生で破産を免れた牧場も数々存在した。これらの事実から、東商ボ防イは中小生産者の間で、お助け、防イとのあだ名で呼ばれ、 神様より尊い存在とされた。また、東証防衛産区の大間にはセリーチェの出品義務があり、三億六千五十万円が付けられたサンゼウス、二億六千五百万円のモガミ将運を筆頭に、数々の産区が高額で落札され、取引中改良が、日高軽手は農協の貴重な財源となった。最終的に3区の JRA 重症勝利数は、国産守護馬としては新山。 49章に次ぐ43章に達した。1960年代の新山、大コーター、竹芝を、1970年代前半のアローエクスプレス、廃成功と徐々に見直されてきた内国産守護場への評価は、東昇防衛の活躍に至り輸入守護場に劣るものではないと確認された。以後と内国産場別紙の風潮は払拭され、 優秀な競争成績を残した馬には高額のチンジケートが組まれ、最初から十分な活躍機会を与えられる馬が増加した。1992年8月5日、東商ボ防衛が足を痛がる様子が見られ、検査が行われた。この結果、低用炎を発症していることが判明する。以降は、職員層での治療、介護が行われたが、病状の進行は止められず、 9月18日に、組合幹部全員の同意をもって、安楽死の措置が取られた。前年、前々年ともリーディングサイヤーランキングは、ノーザンテイストに次ぐ2位と、勢いを保っていた中での死であった。浦川種馬場で葬儀が行われた後、遺骨は分骨され、種馬場と、東照牧場にそれぞれ墓が建てられている。かっ内は、当該馬の勝利重賞競争、ふとは、 GIQ 競争、グレード制導入前の阪神3歳ステークス含む。GIQ 競争勝利場の未記載。以下はセリーチにおいて1億円以上で落札された馬。落札額を超える賞金を獲得した者はいない。当初防ーゾンウイ存の間、その3区以外で1億円以上の値がついた者は、萩野ノカム用、1億8500万円しか存在しなかった。同馬は、 東証ボーイと同じテスコボーイ3区であり、第一ルビーのおじにあたる。竹く彦はその能力について、両馬場なら10年先を走っているような超スピード馬、と評し、自らが起乗したうちの最強馬として、名を挙げている。安田隆義も能力面の特徴を、類い稀なスピードにあると評している。実際に、神戸新聞杯で記録したレコードタイムは、 レースレコードとしては2005年にリープインパクトに破られるまで29年間にわたり保持された。一方、重馬場は苦手であり、上記の部のコメントにも、道悪は下手だったがというただしがついている。距離適正は中距離が最適とされ、3区にも同様の傾向が見られた。双方は常に頭を低く下げ、一カンポ、ストライドが大きいフォームで見るものに、 スピード感を与えない走りだった。これが空を飛んでいるようだと例えられ、天馬とあだなされる一員となった。また、走行時の首の使い方が上手な馬であった。競争馬時代は5 0 0ラムを超える大型馬であったが、その金星の取れた馬体は高く評価された。特に戦具の発達が顕著であり、担当休務員の長沼商事は、デビュー前から一番好きなのは、 肩のあたり、後ろから見ると、素晴らしく、幅があるんですよと称賛していた。一方、状態の発達に比べて、出荷がキャシャでひずめも小さく、大きな怪我こそなかったが足への負担は大きかった。長沼は、最後まで怪我なく来られたのは奇跡に近いと言えるだろうと、回想している。前述した腰の甘さと、キャシャな足は、三句にもおおむね遺伝した。しかし獣医師の猪木よしは、 腰の甘さを別の言葉で表現すれば、体が柔らかいということと述べ、三句の競争成績には関係ないと語っている。また、大柄だった東ボーイに比べ、三句には小柄で細身の馬が多く、父親ほど足元への不安は抱えていなかった。東ボーイは、骨太でたくましく、いかにも竹だけしく見えた、寺山修司という外見的印象とは異なり、性格的には、 非常に穏やかで人に懐いた馬であった。旧車で長沼の顔を見ると必ず顔を寄せてきたといい、安田も利口で可愛い馬でしたと回想している。内外タイムスから東証防衛の取材を行っていたライターのサラシナ、シロウは長沼に甘える姿や好物を届けられた時の気色満面の様子などから彼は天馬や帝王というよりもむしろとなり、 近所の子供たちと嬉しそうに公園を走り回る人気者の犬といった異名と評している。また、調教では走り終える際に後ろを振り向く癖があり、数回にわたって騎手を落馬させていた。長沼は今思えば、あれは愛嬌だったのだろうと語っている。サラシナは東証防衛が一般に与えていた印象を野生味あふれるたくましさ。天才、番から。 骨太の帝王とした上で、自らの取材を通して掴んだ実像を、ぬいぐるみのような、かわいい優等。気を見るに便。いたずらっ子。まるで暗さのない男としている。半兄に、重傷参照をあげた、東証ピット、父パーソロン。半姉に、優秀品馬二着。三国四等の重傷症リバを排出した、ソシアル東賞、父ベンチアがいる。 他の近親にも数々の活躍場がおり、母ソシアルバターフライから派生した系統は、名品系として認知されている。また、判定当初ゲート、父社統ゲート、当初ルチェ、父ダンデルート、前弟当初イレブンは、重症未勝利ながら、当ボ防イの影響で、種ボバ入り後、いずれも、重症勝利場の父となっており、血統研究家の吉ジョージは、ソシルバターフライ系は、 型的な種母場族と述べている。老いの当初ペガサスも2頭の GI 競争優勝馬を排出している。当初ボーイの競争馬、シュ馬としての活躍には、両親の能力のほか、父方3代目、母方4代目に入っているハイペリオンの3、4、というインブリードの影響が大きいとされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。